がたいことに、それはですね、島原にある、皆さんご存知ですかね、かんざらしという食べ物があるんですが、お菓子ですね、そこの会、社長さんが、協賛をしてくださるということで、まず一社決まっております。ありがとうございます。次の、会社も、申し込みはまだですが、僕の方にご連絡がありましたんで、ありがとうございますって感じです。それでですね、僕もやってもらうだけじゃいかんと思いまして、皆さん、かんざらしご存知ですか？島原のかんざらしってご存知でしょうか？僕はですね、長崎の、ジゲモンという、長崎のアーティストが集まった、イベントなので、金太郎さんというシンガーがいらっしゃって、金太郎さんがいつもそのかんざらしを持ってきてくださるんですよ。それで初めてかんざらしっていうものを知りました。それで今回その協賛をなさってくださるっていうんで、僕ね、自分でね、ちょっとね、かんざらしをね、注文してみたんですよ。ちょっとそれが今日届いたんです。その届いたんで、さあ開封の儀をやってみましょうか。よし、それではちょっと今日ほかほかのちょっと開けてみますね。ちょっと待ってね。よいしょ。よし、開けてみましょう。よし。あ、桜間くん、楽しかったね。ありがとう。ありがとう。こういうのね、開けるのね、僕ね、苦手なんです。いつもね、誰かにやってもらいます。すいません、ビリビリと。カッターで切ります。お、ぜひね、皆様、お中元とかに、これ、ほら、ほら、これ、ありがとうございます。協賛ありがとうございます。かんざらし。玉の屋さんの商品です。購入させていただきました。そして開封してみましょう。島原ね、島原で、島原の火砕流がありましたからね。よし、こう、よし、これをどんなんでしょうね。どんなんでしょうか。かんざしじゃないですよ。かんざらし、玉の屋さんのかんざらし。ちょっと待ってね。皆さん知ってますか。ご存知ですか。心の味、玉の屋、島原かんざらし、諸岡賢治も応援してます。いや、応援されてます。心の味、玉の屋。ね、これ知らない。ああ、でね、知らない方が多いと思います。これはね、うるさいですね。すいません。
水がきれいなとこしか作れないみたいです。このつゆを、この白玉の中にこのつゆを入れて、食べるんですが、夏とかはとっても食べてみて味が知りたい。 OK。 ではちょっとスプーンがないね。ちょっと待って、スプーン取ってこようか、食べてみようか。ちょっと待ってくださいね、せっかくなんで。どんな味か、ちょっと僕ね、人の前でね、こういうとこでね食べるのはね嫌いなんですが、今日は特別に食べてみましょう。ちょっとスプーンを持ってきますね。これ冷やして食べた方が美味しいですね、多分ね。ちょっと待ってください。これをですね、これをこの中に入れるんですね。本当は綺麗な器がいいんでしょうか。ちょっと今器がないので、ちょっと待っててくださいね。今持ってきますんでね、少々お待ちください。ちょっと食べてみましょう。冷えてたら美味しいんだよ。冷えてなくても美味しいのかな。一回ね、このね団子をね、ザルとかでベタ抜きをした方がいいみたいですね。ちょっとそれやりませんでしたが、いただきます。玉の屋さん、いただきます。実食。ピンクが2個入っております。ちょっとスープをいただきます。スープじゃないな、甘い。美味しい。これを綺麗な器に入れてると食べると美味しいですよ。皆さんどうですか、この白玉。玉の屋の寒ざらし、一度ご実食ください。おいしい、ツルツル。飲んでみよう。甘いよ、おいしい、柔らかいよ、おいしいです。夏に合うと思います。これ冷やして食べると、とても涼しくなると思います。おいしいおいしい。島原の寒ざらしたいって感じ。寒ざらし CM タイム。冷たくしたらさらにおいしそう。いやー、寒ざらし、ちょっともう一回やっとくから。器がな、島原の寒ざらし、君も食べてみんか。カット。 OK です。カン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 寒ざらし。遠い遠いあの夏、二人で
何かに流されて、大事なもの失ってく、消えてく、高い高い空まで真っ直ぐ